こんにちは。優しい糖尿病内科医の山村壮です。私は普段の糖尿病の診療に役立てるため、こちらの機械フリースタイルリブレという機械を使って24時間の血糖測定をしています。そこで今日はこのフリースタイルリブレのセンサーの装着の方法をご紹介したいと思います。このフリースタイルリブレという機械、センサーは2週間の使い捨てです。なので2週間ごとに交換と新しいセンサーの装着が必要になります。まずは私が昨日までつけていたフリースタイルリブレの古い方のセンサーを剥がします。試しにこのセンサーを読み取ってみますと、ブブブーっと音がして、センサー終了ですよと出てきます。なので使い終わったセンサーをまずは剥がします。結構強力な両面テープでくっついているので、剥がすとき若干痛いです。よいしょ、剥がれました。この両面テープが剥がれます。見えますかね、ここの髪の毛ぐらいの太さのセンサーが 4,5 ミリほど体の中に入っていて、このセンサーで体の組織液の血糖濃度を測定して、その値から血糖値を推定してこのセンサーに記録し、リーダーで読み取るというのがフリースタイルリブレの仕組みです。剥がした後若干赤くなってますよね。中にはかぶれたりする人もいるので、実際使用する場合はちょっと気をつけてみてください。では新しいセンサーをつけたいと思います。剥がします。開けると取扱説明書、初めての方は必ず読んでください。そしてセンサーアプリケーター、センサーを装着するための機械です。そしてセンサー本体、この3つが入っています。で、使用前必ず確認していただきたいんですが、ここですね、この番号 H64 とありますが、この番号がアプリケーターとセンサーで同じかどうか確認してください。それともう一つ、センサーには使用期限があります。センサーの方で見ますと、2019年の7月31日、これが使用期限です。使用期限が切れていないかどうか必ず確認をしてください。確認ができたら、センサーの箱を開けます。ベリベリとこういう感じです。そしてアプリケーター、アプリケーターはひねって開けます。こういう感じです。センサーのアプリケーターの方に、先ほどのセンサー、まだ針がついてない状態です、先ほどの機械と同じものがここについています。で、センサーのこの溝の部分とアプリケーターのここの溝を合わせて、こことここですね、よいしょ、合わせて、あとはガチャン、これで準備が完了です。外してみると、先ほどのセンサーのところの真ん中に見えますかね、針が、見にくいですけど針がつきました。で、この針の中にセンサーが、先ほどの細い髪の毛のようなセンサーがこれですね、入っていて、
針が刺さるのは装着する一瞬だけです。一瞬だけ針と一緒にセンサーがグッと入って、針が抜けてしまってセンサーだけが残るという仕組みです。では準備ができたので装着しましょう。装着場所ですが、二の腕のいわゆるこの脂肪のある振り袖のところ、ここに装着します。装着前にアルコール面で消毒しましょう。アルコールにかぶれやすい人はクロルヘキシジンなどの消毒面を使用してください。では消毒します。広めにですねしておきましょう。そして乾かします。ではつけます。先ほどのセンサーをしっかり押し当てて、二の腕のところですね、いきますよ。でトン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 、そして外します。でつきました。しっかり押さえます。これで装着は完了です。ガチャンと音はしますが、意外にも痛みはありませんでした。時々神経に少し触れたり痛みが出ることもありますけども、しばらくすると収まることがほとんどです。そしてセンサーを起動します。こちら新しいセンサーを起動して、こっちに当てて、はい、出ました。60分でセンサーが起動します。60分後から血糖値の測定が可能となります。以上、フリースタイルリブレのセンサーの装着方法でした。最後に、フリースタイルリブレは高度な医療機器です。医療従事者、医療者、ドクターの指示に従って適切に使用してください。もし個人で使用する場合は自己責任の範囲となりますので、その点はご了承ください。以上、優しい糖尿病内科医の山村壮がお送りしました。よかったらチャンネル登録お願いします。